徳川ミノルエダコ2月14日から1933年4月25日は、明治期から昭和期の日本の皇族、家族。旧名は、ミノルエダコ女王。略字体の、三重子表記される場合もある。1891年2月14日午前2時30分、有栖川の宮武人親王と、同妃、イ子の第二女子として誕生し、キーで、ミノルエダコ女王と命名された。 1904年5月13日、徳川義信公爵の嫡男義久との婚約が内定した。この演壇は、叔父、有栖川の宮たる人親王の勧めで、義信公も賛成したことでまとまった。義信の母、義子女王は、有栖川の宮織人親王の娘であり、稔枝子の父、竹人親王も織人親王の彦であったので、 吉久とは共通の祖先を持つ登園の関係であった。学習院は早々に退学し、以後は宮邸で教育を受けた。中でも和歌は高崎商風に支持し、特に秀でていた。書は母の遺骨日からアリスガー流を伝授され、週に3、4時間は書の練習に励んだ。1九百八年十月十三日に縁組が、直居十月二十七日に、 農祭の儀を経て、11月8日に、徳川義久に降下した。結婚に先立つ、同年4月に、兄兼人をが20歳の若さで創生し、有栖川の宮家の直系は、実ノルエ城をただ一人となっていた。徳川家の家紋の入った留め袖を着用した、三重子1908年12月に、久能山東照宮での五病臨時祭に参列した後、修善寺に立ち寄って、 新婚旅行を過ごした。三重子の要望はよく、吉久の友人、杉村洋太郎は、吉久のやつ、うまくやったなと言ったとされる。吉久との間に、稽古、菊子、義光を生む。1913年7月5日に、父武人新王が皇居。大正天皇の第三王子、三宮信人新王が、三重子の次女菊子生との結婚も定められ、 アリス川の宮家の祭祀を継承することになった。丁名皇后とは旧地の間柄であり、たびたび御所に呼ばれては話し相手やお稽古の相手を務めたという。1930年2月4日、菊子が高松宮信人新王と古忍する。1933年、結腸癌を患い、東京帝国大学医学部付属委員に入院する。佐世保からの帰途にあった。 菊子コヒにも電報で知らされた。三重子は食事を摂取できず、吐血している状態だったが、休校した菊子コヒに、貴女は三宅へと継がれた方とすぐに帰るよう促した。すでに末期の状態で、回復手術も受けたが、三重子自身は回復すると信じており、菊子は真実を告げたり遺言を聞き出すことができなかった。4月25日に成去した。 菊子は臨重に立ち会った外科の塩田広重博士や内科の稲田裕吉博士に礼を述べた。当時数え年23歳だった菊子は、三重子の死の経験から、後年高松の宮悲願研究基金を創設した。なお、信人新納と菊子夫妻に子はなく、アリス川の宮家の妻子も耐えたが、アリス川流書道は、日立の宮日花子や、秋篠宮文人信納に、 伝授されている、ミノルエダコ女王に関するカテゴリー、ありがとうございます。